こんにちは、もぐらです。今日はメダカの水槽を立ち上げる時の水の作り方についてまとめたので見ていきます。メダカを飼う時は、まあ綺麗な水で飼ったらいいんですけど、この綺麗な水っていうのが人間の飲み水とか生活用水と定義が違って、まあ一般的にはメダカの糞とか餌の残りとかを分解してくれるようなバクテリアがたくさん住み着いてる水をいい水って呼ぶことが多いかなと思います。蛇口をひねって出てきたばっかりの水は消毒されてるのでバクテリアがいないんですよね。だから人間の飲み水としてはすごい綺麗な水なんですけど、魚を飼うのにはあんまり適してないです。だから水槽の中にバクテリアが住み着く場所をたくさん用意してあげるといいですね。フィルターをつけて飼ってる人はフィルターの中のろ材のところにバクテリアたくさん住み着くので、それでいいかなと思います。その逆で、今ここに映ってるこの水槽みたいにフィルター入れずに飼ってる場合は、なんか物を入れてやらないといけないですね。バクテリアはなんか物の表面にくっつくんで、なるべく表面積の多いものを入れるといいですね。例えばこの水草だったら、この根っこのところがモッサモサになってて表面積大きくなってますよね。それからまあそこのところに赤玉の土を入れてるんですけど、こういうやつ、まあ、見た目的にもボコボコですけど人間の目に見えないような穴がいっぱい開いてて、こういうのはいいですね。これもし何も物が入ってなかったら水槽の表面しかないんですよ。まあ下の底のところと側面ですね。これだけだとちょっと表面積が小さくてバクテリアが住み着く場所が足りないので、まあいろいろ物を入れてやるといいと思います。じゃあ今度は実際に水槽を新たに立ち上げる時のことを考えてみようと思います。例えばここにある左のこの水槽が新しい水槽だとします。でさっき言ったように下に砂利とか赤玉土とかを入れます。水草とかも入れたらいいですね。今これメダカの卵を回収するこの変な緑のやつがいっぱい入ってるんですけど、で次水を汲みます。でその状態では、まあ、見た目はすごい透明で綺麗な水なんですけど、さっき言ったようにまだバクテリアが何も住み着いてなくて魚の飼育には適してない状態っていうことですね。この状態の水は動きがないと傷みやすいんですよね。冬は水が冷たいからまだいいんですけど、暖かくなってきて水温が上がってくると特に水が傷みやすくなります。これ果物とか野菜とかも同じなんですけど、冬だったら冷蔵庫に入れずに常温で放置してても大丈夫だけど、夏だったら物によってはすぐ腐ったりすると思います。水が止まってる状態が良くないので、ブクブクとかを入れて水をゆっくり動かしてあげるといいかなと思います。水を動かしておくと水面のところに変な気持ち悪い油膜みたいなのが張るっていうこともないし、まあ、水がちょっと粘ついたりとか濁ったりとかっていうこともなくなると思います。あとは水中に酸素が取り込まれるので、バクテリアも生き物なので酸素たくさんあった方が動きも活発になっていいと思います。それでこのまま水を動かした状態で数日放置しておきます。この水を動かした状態でしばらく放置するっていうのは人によってちょっと言うことが違って、1週間ぐらいっていう人もいれば1ヶ月十分に用意しとかないとっていう人もいて、まあいろいろ意見があるんですよね。これはまあバクテリアが目に見えないから難しいっていうのと、あと飼育の環境によってもういろいろ変わるんですよ。地域とか水温とか日照時間とかによっていろいろ変わってくるので、完全にマニュアル化するっていうのがもうできないんですよね。だからまあいろんな意見があるんですけど、まあ数日でいいかなと思います。で一個大きなポイントというかコツがあって、さっき言ったようにここが新しい水を入れてまだバクテリアが何も住み着いてない水槽です。でこっちにもう魚飼ってる水槽があるんですよ。ここの水槽の水がもう出来上がってるんで、ここをこうやってすくってこっちに入れてあげるんですよ。そしたら水の出来が格段に良くなります。まあ、水槽がまだ1個もなくて完全に最初の1個目ですっていう場合はこの方法は使えないんですけど、もうすでに他の水槽がある場合はそこから取ってきて新しい水槽に入れてやるっていうのがすごい簡単でいいかなと思います。その時に注意点があって、こっちの水がもう魚の糞とか餌の残りカスとかで結構汚れてますっていう場合はまあ入れない方がいいですね。もしくはこっちの水槽の魚が病気になってる時ですね、なんか調子悪い時、そういう時は水こっちに移してしまうとこっちにも病気を引き起こすような悪い細菌たちが移ってしまうので、それはよくしっかりチェックしてからやらないといけないですね。前に魚の健康チェックの動画を撮ったんですけど、そっちでいろいろ話してます。魚の泳ぎ方とか餌にしっかり寄ってくるかとか、
あとは体の表面が変にガサガサしてないかとか充血してないかっていうのをしっかりチェックしてからやるといいですね。それからこっちの水槽はまだ蛇口ひねって出てきたばっかりの水なので塩素が含まれてます。だから魚にとっても良くないけどバクテリアたちも生きていけないので、塩素が完全に抜けてからこっちの水を移してやらないといけないですね。市販のカルキ抜きを入れてもいいんですけど、まあ1日組み置きして放置しといたら勝手に塩素飛んでいくんでそれでいいと思います。だから蛇口からひねった水を汲んでブクブク入れた状態で1日放置して、その後こっちの種水を入れてさらに水を動かして放置しとくっていう風にするといいと思います。それからこれがもう完全に第1号の水槽の場合ですね。もうこういう別の魚を飼ってる水槽がなくて種水が家にない場合はホームセンターとかペットショップとかに市販のバクテリアが売ってあるので、まあ、それを使うっていう手もあるんですけど、まあそこまでしなくてもいいかなと思います。わざわざお金を払って買わなくてもさっき言ったように水を動かした状態でしばらく放置しておくと勝手にバクテリアが湧いてくるのでそれでいいかなと思います。ということでそんな感じで種水をこっちの新しい水槽に入れて水を動かした状態で数日待って水が完成しましたってなったらもう魚を受け入れる準備は OK ですね。でブクブクなしで飼いたい人っていうのもいると思うんで、そういう場合は水ができて魚を入れるときに一緒にブクブクも外してやるといいと思います。まあ、ここにいるようなでかいメダカだったら問題ないんですけど、卵から帰ったばっかりのちっこいメダカたちは水流に弱かったりとか、あとブクブクした時の空気の泡がパチッと弾けるの苦手なやつが多いので、そういう時はもうエアー抜いといた方がいいですね。まあ、そんな感じで水を作ってあげるとこういう水槽の中にちっこい環境というか循環が出来上がるんですよね。まあ、例えば日光が降り注いで植物プランクトンがたくさん湧いて、でそれを魚たちが食べて糞をして、そのメダカの糞をバクテリアが分解したりとか、もしくはこういう浮かべてるような水草が吸収して、で日光浴びて育ってっていう風な循環が出来上がります。こういう風に水がバッチリ出来上がると水があんまり汚れなくなるんですよね。完全に水替えをしなくても大丈夫っていう風にはならないかもしれないんですけど、まあ、水替えの頻度を落とすことはできるかなと思います。もしこれ水が上手に作れてないと、さっきもちょっと言ったんですけど水面に変な油膜みたいなやつが張ったりとか、水がネバネバしたりとか白く濁ったりとか、もしくはちょっと水が臭くなったりとかっていう、そういうふうなことが起きます。だから水をしっかり作っておくっていうのは大事かなと思います。はい、じゃあちょっと長くなっちゃったんですけど今日の動画はこれで終わります。ありがとうございます。